だってね、あなたは強制された右利きなんでしょう。でもとっさの時は本当の利き手の左手を使ってしまう。今のようにね。そんなことで犯人呼ばわりされるなんて。カレンの髪の毛の血が乾いていたと言いましたよね。ということはカレンが殺されたのはステージが始まるずっと前。僕はスタッフたちとずっと一緒でしたよ。それに8時45分僕と君はミミさんと一緒にここを探したじゃないか。その時カレンはどこにもいなかった。そうだろ？ええ。僕が前もってここでカレンを殺したっていうなら死体は一体どこに行ったんだよ。ここにあったんですよ。見えなかっただけで。カレンさんを探しに来た時と事件発生後ここに来た時の奇妙な第二の違和感の正体、それはこのペンキの量です。やっぱり来てないんですか？またいつものわがままですか。あの時ペンキは3列に並んでいた。でも今は2列。どういうこと？戻したんだよ、ペンキを元あった場所。ここにね。それがどうしたって言うんだよ。あなたはこの段ボールからペンキを取り出し、この中にカレンさんの遺体を一時的に隠したんです。そんな小さい段ボール箱に人の体が入るわけないだろう。この段ボール箱は3つありますよ。この3つの段ボール箱は真ん中の1つだけ少し奥に引っ込んでいてジグザグに置かれている。だから一見しただけでは中に人が入れるとは思わない。でも遺体をくの字に寝かせれば隠すことができます。あなたはカレンさんの遺体をくの字に寝かせ、段ボールからペンキを取り出し空洞を作る。3つをカレンさんの遺体の上にかぶせた。ありましたよ、カレンさんの結婚です。そこまで言うなら証拠見せろよ。俺がカレンを殺したっていう決定的な証拠。一つだけわからないことがありました。カレンさんを殺害した凶器です。捨てる暇はなかったはず。でもどこに隠したかわからない。だからわざと三浦さんを逮捕し真犯人を安心させた。そうすれば必ず凶器を処分するため隠し場所に行くと思ったからです。そしてあなたは罠にかかった。これが決定的な証拠です。つもりなんてなかった。俺はただ何なのよ。ようっていやおめでとうって言いたくてさ。嘘よ、脅迫状をよこしたのあんたでしょ。
私だけ成功したからって妬んでるんでしょ。カレン、俺とお前は愛し合ってたんだよ。それなのに俺が信じられないのか。信じられないわよ。思い上がらないで。あんたとの過去なんて今の私にとってはゴミみたいなもんよ。いえ、ゴミ以下だわ。あんたなんかと付き合ってたなんて虫唾が走る。消えてくれない？私の前から永遠に。信じ合っていた日々もあった。それなのに離れてしまうと、そんな気持ちさえも嘘になってしまうんでしょうか。天野正一、寿かれんさん殺害容疑で逮捕する。今回も力になってくれてありがとう。新一、大丈夫？それより巡り警部、一人警官に紛れ込ませてこいつを。全部調べれば馬鹿ね。そんな時間ないって分かってるのに。してたことなのに。嘘、もう。カッコつけてるつもりかよ。どうして。俺は探偵だぜ。女性じゃないの？あ、いや。ええ。私は助手なんかじゃないわ。彼にある事件を依頼した依頼主よ。依頼主？彼のおかげで犯人は捕まったけど、その犯人の仲間が彼を雇った私を逆恨みしてこのホテルまで来てるの。彼はそんな私をかばってくれているだけよ。どう？信じる？うん。とにかくここから脱出しよう。話はそれからだ。